なります。
だったら晴れてるの。座ってまた。
ぜひお受け取りください。押し花です。でご覧くださいね。いらっしゃいませー。
ですよ。はい、これはください。はい、ページが違うと、どんどん、開けっぱなしですよね。昼間はね、やっぱり閉めたら。
じゃん。偉い。譲った。偉い。どれがいい？めっちゃいそう。
入りだから。だってサンスベリア、サンスベリアの色が、あの白っぽい、同じ仲間です。輝いてThank you.
さんさ、待って。今日は昨日に比べて
雲が多くて嬉しいです、おじさん。土曜日です。土曜日、すごい人たちが多くて、嬉しいな。頑張ってきてくれたね。皆さんね。皆さんの顔しとるけどね。ありがとうございます。始めてみましょう。はい、よろしくお願いします。さあ、パパ、お願いします。はい、ごめん。ありがとうございます。企画付けで、たくさんの方に見てもらってね。大丈夫でしょ、多分。とにかく最終日、いっぱい探検台してください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ね、ちょっとあの、1回目の時は1日のみの開催で、女子の催眠のスペイワークの姿の開催となりましたけど、皆さんにお伝えすることはございますか？何か。あ、いいですか？うん。あの、3番のうちの2と3ですか、はい、2と3で向こうから長い屋というところがあるんですけど、はい、あそこにも飲食店ですね。そうですね、飲食店がいろいろ出てて、あそこめっちゃ穴場です。みんな結構気づかずに飲食店とかいるんですけど、あちら側の中には割とツイッターに掘り出しもあったりしますので、はい、ぜひ覗いてみてほしいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、パパ大丈夫ですか？大丈夫です。マイク使ってください。マイク使ってください。言い方でしょ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？でもあの、お通じで自由ですか？相変わらず、あれを持って仕事を目線で、はい、あれを完成させるのに何日ぐらいになる？お、3日ぐらいでできる。はい、¡Gracias!
その前から辛く済ませてから。あとラブリーの皆さんがチラシを振ってます。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、1時からになります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それではタイトルコールしましょうよ。よろしくお願いいたします。気をつけていただいて。谷子弁当いかがでしょうか。10個貼ってますからね。予選の方はいっぱい。
いただきましたコケテラリーそうです。そうなんだ。綺麗だね。そうです。これが入ってるんですけど。センスが圧倒的にセンスが。とかが人気なので差し替えることも。
Thank you.
した後に友達が出るのを確認した時みたいな感じで見たことがありますね。実はあれをですね、難しく言うと還元年齢効果と言われています。熱を加えて熱が4人に変化したんですね。で実は10代の社長の中に見つかっています。水分を加えて Gracias.
あ、やりましたね。もう最初の仕事が、ね、もう来年出るかな、来年出るかなと思ったら10年ですから、ね、最初の仕事に出てきている人にいろんな場所を捕まりながら展示して、ね、パーの人、あらば、
なのだ。この対策です。じゃあちょっと前に行った内容だから1、2の3のありがとうございました。これからもですね、発展、
ルの登録をぜひお願いします。いいですね、チャンネル登録をぜひお願いします。ありがとうございます。それは会社に。はい。なかなかいかがですか。